はい、各国は実験1でできた種子の形質、実験1でできた種子というのはこの段階です、は丸とシアのどちらか書きなさい。またすべての種子が同じ形質になったのはなぜか書きなさい。で、このラージースモール A が何を意味しているか、まあ、これを大文字で表しているので丸の方が優勢だとは分かりますが、ちゃんと根拠も載ってます。ここの孫の代のところでラージ A スモール A の遺伝子型は丸い種子になると、あ、はっきりありますね。ここまで書いてですけどね。ということで括弧5番、あ、そう、すべて同じケースだったって書いてあって、すべて同じでどういうケースか、これは丸い種子、ケースを答えるだから種子の形質だから丸でいいのかな。で、その理由、これがメンデルの優性の法則です。このラージ A スモール A ときたとき、丸とシワの中間にはなりません。どちらかが出ます。で、出る方を優性という言葉で使いました。で、この問題では今度からラージ A スモール A で丸い種子ができるってことで、この丸い種子を作る遺伝子ラージ A の方がシワを作る遺伝子 A に対して優勢だということがあります。ラージ A が1個でもあったら丸い種子になるということです。ですから理由は丸の方が優勢だからということですね。丸の形質が優勢だから、これで説明になってます。優勢の形質という言葉は入れなくても大丈夫でしょう。